皆様ご覧いただきありがとうございます。今回は少し一つね、ご報告というかね、このチャンネルについて発表がございますというところで、なんとこの度鉄道模型を始めました。はい、ありがとうございます。でね、僕のファンの方は多分知ってたと思うんですよ。っていうのもきっかけがありまして、スパドラのその方の仕事で個人個人のその趣味を深掘りしていくみたいな企画があったんですよ。で、僕は鉄道模型にね、ちょっと元々別に見るの好きだったので、っていうところで鉄道模型やるべみたいな感じで、ホビーセンター、加藤さんのホビーセンター、落合南長崎にあるんですけど、そちらにお邪魔して少しいろいろ見させていただいてたら、やっぱね、もうね、もう誘惑が並んでるんですよ、たくさんで。いや、もうこれちょっとな、買いたくなっちゃったなっていうところで一つ買ってしまったんだよね、車両を。で、その後、僕の友人はね、もともと鉄道模型やってたんですけど、に誘われて、レンタルレイアウトでね、走らせたりして、たらね、ああ、もう、もっと欲しい、もっと欲しいってなっちゃって、もうすでにね、車両が今、2つ、こちらにございます。自分の私物がね、あるんで、買っちゃってるんですけども、今、すでに予約をしているものがもう1つございますから、それがね、今、そこに機械がね、財布の中に入ってるんですけれども、それも、後日来るというところで、今後もね、どんどん毎月毎月、新しい電車がやってくるっていう感じで、もうね、お金がないなって感じなんですけれども、今日はね、その第1弾というか模型やるよっていうところで、今持ってる車両2つをちょっとご紹介したいなと思います。そんな動画です。よろしくお願いします。はい、で、まずはその運命の1本というか、そのね、ホビーセンター加藤で、買わせていただいた、商品がこちらでございます。はい、223系2000番台新快速の4両セットでございます。はい、僕新快速好きって動画で言ってましたっけ、言ってたか覚えてないですけど、新快速結構好きなんですよ。京都、大阪、神戸とかその辺りの走ってる、めちゃ速い快速列車なんですけれども、それの223系2000番台っていう、もう今はたくさん、ね、その新快速などで活躍をしている電車の4両編成のセットでございます。新快速っていうのは12両編成が基本結構多いんですよね。12両っていうのは、その12両全部1本の通しの12両じゃなくて、8両編成に4両編成をつないだ12両で走ってるんですね。なので、この4両1つだけでも成立をするということで、こういう感じなんですけども、ちょっと開けて見てますか、中も。パッケージにすでに伊藤さんの1台目向けな、ここから始まる、そう、これちょっとね、ここは、はい、書いてあるんですけど、やっぱ多分これ初心者向けのちょっとお手頃セットみたいな感じなんですよね、多分。で、ちょっと優しめな、ここから始まるっていう、これ誘惑の一言が書いてあるということで、で、僕はここから始めてしまったわけですよ。はい、いや、本当ね、初心者向けのセットとかもね、充実しててね、いろいろあるんで、皆さんも買っていただいて。で、新快速こんなんなんですが、ちょっと、こちらもじゃあ、こんな感じでございます。はい、こんな感じですね。はい、ちなみに N ゲージ、こんなね、説明しなくても知ってるよって方が多いと思うんですけど、一応説明しておくと、N ゲージの N っていうのは、9の N なんですね。で、この線路の幅が9ミリなんですよ。その9、9から N ということで来ております。で、日本ではこの N ゲージが割と主流で、その模型の中ではね、主流でやってるんですが、他にも HO ゲージとかいろいろ他のサイズのものもありますね。海外だともうちょっと大きい方が主流らしいんですけども、日本だと N ゲージが結構大半を占めているという感じでございます。ちょっとした豆知識でございました。で、こんな感じの電車になっているということでございます。はい、はい、で、こういう電車なんですね。で、ね、ほんとかっこいいなって感じなんですけど、本当にね、本当にリアルなんですよね。すごいライトのところとかもね、すごいしっかり作られてて、これ当然電気でね、やったらピカって走って、光って走っていくわけですけれども、こういうこの、僕の運命の一つ目というところで、223系を買いました。はい、メトロさんの車両じゃなかったんですね。メトロさんの車両じゃなかったんですよ。そう、いや、僕のなんか勝手なこだわりっていうかね、であって、その未完成な編成でやりたくないんですよ、僕。っていうのは、その、例えばメトロさんだと、加藤さんで最近出たのは、半蔵門線の18000系とかあるんですけど、
てかまあ、 半蔵門線もそうですけど、まあ、メトロ10両編成多いじゃないですか。10両編成の路線多いんですけど、10両って1セットって売ってないんですよ。6両セットと4両セットみたいな売り方なんですよ。なんでね、ちょっと値が張るんですよ、やっぱりどうしても。それはね、だって車両数これの倍あるわけですから、まあ値段もそれなりにするのは当然なんですが、なので、でこの4両、新快速の4両はね、まあ、4両だけで4両編成っていう単位があるので、ね、だからこの1本だけでも成立するなと思って、こういう買い方をしたんですね。なのでメトロさんもね、いつか買おうかなと思ってるんですけど、その時にはちょっと10両まとめて買いたいので、ちょっとそこそこお金貯めなきゃなっていう。それで今回はこの4両にしました。最初はね、ちょっとお手柔らかにってことで。ちなみに裏話で言うと、このその雑誌のね、撮影をさせてもらった時の時点では、その加藤さんの1万8000系がね、発売前だったんですよね。それをね、特別にちょっと出していただいて、走らせていただいたりしてやりました。そうそうそう、やっぱそうだね。1万8000系の場合は6両セットと、4両セットで売ってるんですよね。なので、まあ、6両だけでね走らせることとかもできますけど、ちょっとねやっぱりお値段高めになりますからでもね、半蔵門線6両とかで走っててちょっと気持ち悪いですからね。ちょっとまあそこはちょっと自分のこだわりですけどやっております。はい、はい、これでおいくらぐらいするんですか。4両セットで 14,080 円って書いてありますね。まあでもこの値段よりも多分低い価格で売ってる時が結構多いですけど、まあ1万円はするよっていう感じですかね。はい、まあ、だ大人のおもちゃっちゃ大人のおもちゃですよね、はい、という感じで、まあ、1本目はこちらでございました。はい、でそんな私が2つ目に何を買ったのかというところでございます。2つ目はこちらでございます。プシュー、はい、485系3000番台の紙塗ったり色でございます。はいね、っていう、まあ この電車ですよ。この電車ね、この電車は今もう廃車になってて走ってないんですよ。で模型の素晴らしいところっていうのはね、そういうね、今ではもう会えない車両にこうやって会えるっていうか、遊べるっていうところなんですよね。だから本当大昔の車両もあれば最新型のね、そういうメトロの1万8000みたいな車両もあるっていうところで、そういう模型はね楽しいなというところなんですが、ね、これ、まあ、ちょっと開けて、まあ、とりあえず見ますか、どんな感じか。これはね、6両編成のセットなんですよ。で、まあこれ6両っていう編成でやってたんで、まあいいなと思ってこれは買いました。はい、こちらです。こういう電車がね、昔走ってたんですよ。で、これどこで走ってたかっていうと、新潟の車両センターにもともと所属をしておりまして、で、485系っていう国鉄時代によく見られた車両、ある多分皆さんも見れば分かると思うんですけれども、そういう車両があって、それを、まあ、JR になってからちょっといくらなんでも古すぎるので、古すぎるっていうかちょっとね他の車両と比べると見劣りするのでっていうところでリニューアルしたのがこの3000番台っていう列車なんですね。なのでまあ、普通の、ね、国鉄型の車両と見比べても全然前とかも違うし、で色も全然違うしね、国鉄時代のは、まあ、クリーム色に赤みたいな、まあ、よくある国鉄色だったんですけれども、それもこんな感じの、きれいな色に仕上がっているというところでございます。でなんでこれ選んだのかっていうところなんですけども、僕、親戚が新潟にいますと。で新潟の電車なんですよ。でこれ、まあ、昔ね快速くびきのとか特急北越とかで活躍して、まあ快速くびきのは正直この3000番台はあんま入ってなかったんですけど、まあそれは置いといて、でそういうね新潟の特急電車で活躍をしていた車両なので、ね、この色、あと色もね僕好きなんですよ。このなんていうの、このチョコミント的な感じですか、チョコミントと青みたいな感じなんですけども、そういう色で、結構好きなので、こちらを買いました。でやっております。ちなみにねこれはちょっとまだ走らせたことないので、たいなって思ってるところでございます。はい、でこんな感じで模型を始めてしまった私ですけれども、今後ね、この YouTube チャンネルでも模型で僕が遊んでるところを見ていただいて、皆さんもねぜひ模型で一緒に遊びましょうっていう動画撮ったりとか、あとはねうちのスタッフさんがね秘密兵器を買ってきたんですよ。そうね、まずこちらね、まずこれは普通の貨車ですよ。貨車これいいんですけども、これね、ここにね、こういう小型のね、カメラですか、これ。カメラですね。こういうのがあるんですよ。
でこれをね乗せてこれで走らせるとね、さも全その模型に乗っているかのような映像を全面展望で撮れるっていうところで買ってきていただきました。はい、これこんな秘密兵器もありますから、こういう映像とかも多分動画の中でね見ていただけたりすると思うので、そのあたりも楽しんでいただいて、今後模型の動画もどんどん多分出ると思うので、見ていただいて、ぜひ皆さんも一緒に模型遊びましょうということでございます。引き続きよろしくお願いします。